はい、どうもメンヘラおじさんです。まあこの前30分ぐらいかけてね、京都についてお話ししたんですけど、京都についてといいますか、おすすめスポットとか穴場スポットありますかっていうことで、まあ特に穴場の方ですね、まあ清水とか、なんていうんですかね、まあそうですよね、有名どころを外して、まあそれでも行けそうなところとか、あ、面白いなとか落ち着くなっていうところを紹介させてもらいました。で、まあ西から東から全部言ったら、どこを対象にしておっしゃってるのか分からなかったので、西から東から全部言ったら30分ぐらいの動画になって、なんか暗証番号必要ですみたいな話になってですね、上げるのにもすごい時間かかったんで、なんかもう上っ面なこと30分喋っただけになったんで、それを分割してちょっと深掘りできりゃいいかなというふうに思ってございます。まあ深掘り、まあ知れてますけどね、まあ見やすいようにちょっと、動画切ってですね、やっていければなというところで、まあそんなカッティング技術もないんで、また喋り直すってだけの話なんですけども、というところでございます。で今回は宇治伏見編っていうところでですね、京都駅から南側ですねについてお話しできればなと思ってます。で、まあ、まず宇治ですけども、まあ、奈良線から行って JR 宇治ですと。で、まあ、京阪宇治っていうのもあるんですよね。中所島っていう京阪の駅から言うたら京阪宇治まで伸びてるちょっとローカル線があるんですけども、京阪宇治の方にも美味しいお店とかも結構あるんですよ。で京阪宇治と JR 宇治の間には宇治橋っていうね、まあ、有名なあの橋もあって結構綺麗なんですけども、で宇治側があってというところなんですけども、そっち側の京阪宇治駅周辺にも言うたらご飯屋さんとか、あ、抹茶関係 その美味しいお店も並んでるんですけども、まあ行きやすさで言ったら多分 JR の宇治なのかなと思ってございまして、まあ JR の宇治から平等院鳳凰堂まで、のところで美味しいところないかなというところで、ございました。まあまあなんていうんですかね、もう結局平等院鳳凰堂がメインでというところだと思います。あとは抹茶屋さんは結構ねあるんで、まあ、そこを見ながらなんですけども、めっちゃ並んでるのはその宇治駅から1分とか2分とかのところの何ですかね、抹茶の名店の陶吉か、やったと思います、ごめんなさいね。まあ行ったんですけども、結局めっちゃ並んでたからそこで食べなかったんですよね。で京都駅にもね支店はあるんで、どうなんでしょうね、中村陶吉か、そうの本店がそこにあるんで、めっちゃ並んでますというところですね。であとはまあ言うたら抹茶というかお茶の言うたら老舗がまあ言うたらずらずらっとあってというような感じで、なんかどこ行ってもまあ美味しいお茶が飲めるんで、いいかなというところですね。で平等院の手前にはスタバがあるんで、そういうところでまあゆっくりするのもいいんかなとか思ってございます。観光なんでしょうかね、まあ氏神のなんか神社とかあるとかなんかいろいろ書いてるんですけども、なんだろうな、全部回ろうと思ったらやっぱりどこも一日仕事なんでしょうね。宇治ばっかり一日行くのもどうかなと、もうなんか京都行ったらなんかいろんなところ行かな損みたいなところがあるんで、なんか本当にさらっと行くんがいいんかなと思ってますけどね、っていうようなところでございます。で個人的には宇治は友達がいるんで、なんだろうな、まあ、あんま行かないんですよね。大体京都出てきて飲みに行くっていうのがまあそれぐらいなんでっていう感じです。で伏見はその京阪の中所島から京阪の伏見、あるいはまあ JR の伏見桃山ぐらいまでがまあ言ったら観光地という感じになってますね。でこの前お話ししたのは木桜と月桂館は行った方がいいんじゃないか、まあ、酒好きとしてはね。月桂館はなんかその、ミュージアムというか資料館みたいなのがあったりして、個人的にはなんかまあメジャーな酒のそういうところ見るのも悪くないんじゃないかなと。で木桜はお土産屋さんとあと食べるところがあるんですね、木桜ファクトリーって。でそこで
まあ、ビールも売ってて、そのビールが実は日本酒よりもうまいんじゃねえかっていうのを友達といつも話してて、でまあま あ, あそこもありますと。で、藤岡酒造っていう、総空っていう、これまたちょっと高めのお酒なんですけども、京都の地酒の中で一番うまいと思ってるんですけども、まあ、それが、売ってる店があって、そこで言うたら板一枚でですね、ちょっと飲めるところがあるの でそこで、まあ、試飲も兼ねてですね、ちょい飲むっていうのも、まあ、一つ面白いかなというところでございます。でご飯であれば、鳥生っていうところが、まあ、有名なので、そこで、鳥のご飯を食べるっていうのも一つですし、なんかそこでね作ってる酒もあるんで、なんかまあそれはそれで美味しいかなというところでございます。で、まあ、個人的にというか、その伏見の思い出した、伏見の保育士さんに、あ、保育士さんじゃん、伏見の学校の先生かなに、まあ、言うたら話、鳥生の話聞いたら味落ちたって言われてるんで、なんかそう言われたら、ちょっとこっちも勧め買いがあるんかないかよく分かんないですけども、まあでも結構人が賑わってます。で、夕方とか夜に飲むんやったら、向かい側になんかベンガラっていうその、店があるので、まあ、そこをおすすめやなと思ってます。で、それをさらに南に行くと、寺田屋とかね、言うたら昔のその伏見の、幕末のなんか龍馬通りとかもあるんですよ。でそのあたりもなんか最近ちょっと綺麗になってご飯屋さんとかもなんかできてるんで、そういうところもいいんじゃねえのというふうに思います。うん、で、そういうところの史跡巡りみたいなのもしながら散策もできるので、それもいいと思いますと。で伏見を超えると桃山御陵があるので、まあ、そっちの方もまあ史跡というか伏見城の方ですよね。まあでもそっちはもう本当に史跡なんで、別になんかあるかと言われたら、まあお城があるっていうだけの話なんですけども、っていう感じで、ございます。であとはまあ北に登れば、武田かな、武田には城南宮っていう、片田貝っていうんですかね、方角の神様がいて、まあ、そこに、おっさんも引っ越した時は行きました。っていう感じですかね。とは、そうですね、当時かな。当時はなんか、時々なんか焼き物市みたいなのやってたりするんですよね。ただ、なんていうんですかね、もうちょっと神社ありすぎて、寺社仏閣がありすぎて、なんか全部ね、きちんと、由緒正しい神社より仏閣なんですけども、なんていうんですかね、ちょっと見どころ多すぎて、ほんま、なんか、ほったらかしにされてる感じはしますね。で、まあ伏見話した、で、当時話した、で伏見で思い出した、伏見稲荷の方ですね。伏見稲荷の方は、まあ言うたら、なんですかね、入り口のところまでが大体まあ皆さん行くルートなんですけども、そこの上登って半日、言うたら、まあ、登山じゃないですけども、社ですよね、社、千本社をこうずっとこうくぐりながら上まで、頂上まで上がっていくと、なんか全部達成した感じにもなりますし、京都一望できるんでいいかなと。ただ歩く靴とかちゃんとしとかんと、舐めたらマジで結構しんどいっていうところでございます。で、中間地点ぐらいにはね、お茶屋さんもあるんで、もう無理やったらそこで引き返しゃいいやっていうところもありますし、まあ、軽い運動で、行って、で、まあ、お茶飲んで帰るでもいいんじゃないかな、みたいなところはあります。っていうところですかね。そう。で、まあ、言うたら、伏見稲荷の、言うたら、まあ、上に登るのはちょっと本格コースなんですけども、そういう、言ったらまあ入門編というか、そういう社がこうあって、ぐるりと一周回って、あ、社たくさんあるよねっていう感じで、満足できるっていうのもまあ魅力なのかなと思ってます。なんか外国のね、ランキングでは伏見さん1位らしいですから、っていうところでございます。ただ飯食うところはあんまりないんで、京都駅まで戻るのをおすすめしてますという感じですかね。あと電車めっちゃ混むんですよね、もう観光シーズンになったら。なので余計に伏見から一回離れた方がいいと思ってます。はい。で、伏見の北に行くと東福寺っていう、これもまた有名なところなんですけども、まあ、伏見ほどじゃないからあんまりね、あれなんですけど、紅葉が良かったり、紅葉かな、なんかまあ行ったらすごい
まあバカにしたわけじゃないんですけども、伏見に比べりゃそれは魅力も落ちるやろうと思ってたんですけども、いやあれはあれでいいなという感じでしたね。東福寺は広いですわ、めっちゃ。なのであれもそんな、あの、なんですかね、何箇所も回って行けるようなところじゃなさそうですね。伏見行って半日潰したらもう東福寺はまあ次の日にしようかっていうぐらい歩きます。うん、なのでまあなんか順番とか考えながらいろいろ回らんと本当に観光地全部回れないんで、今回はここ今回はここみたいな形で、考えながら行っていただけたらなと思います。東福寺もなんか特別拝観に一回行ったんですけども、寿命が伸びる、この絵を見たら寿命が伸びるみたいなのがあるんですよ。うん、とかなんか入館料を取ってるところ3箇所あって、なんかまあそれぞれなんか魅力度が違うというか、こういう庭園があってとか、うん、まあまあそんな細かいことはまあ言わないですけども、まあいいですいいです、うん、っていう感じです。で、そろそろ締めますけども、宇治があって、で言うたらまあ、中小島から伏見までのその、お酒ですよね、酒蔵巡りみたいな感じで伏見は楽しめますし、寺田屋とかそういう史跡が残ってるので、そっちはそっちで楽しめると。で桃山五郎行きたかったら行ってもいいけども、個人的にはそんなにあるかなと、他のその観光地がちょっと良すぎるんで、うん、でもそういうのが好きな人は行った方がいいんじゃないかと。で、伏見稲荷にはまあ行ってみてもろて、で本気でなんか伏見稲荷を制覇するんなら、ちょっと時間取って、で歩きやすい靴で上まで登るっていうのも一つかなと。京都一望できますし、ありがたい、気持ちにもなれますと。本当に何も社ばっかりなんで、なんかそういうマイナスイオンじゃないですけども、なんかこうちょっと気持ちが落ち着くというか、いいと思いますと。で東福寺になれば、東福寺もまあいいお寺なので京都五山の一つなんですよね。でなんかまあそこもいいところなんで、また見てくださいと。で東寺さんがありますよねと。で城南宮はまあちょっと落ちますわ、落ちますわっていうのはその授業列をつけてるわけじゃないんですけども、その城南宮しかないんで、まあまあまあって感じですかね。うん、っていうことで京都駅から南側についてお話ししました。以上です。